次に面接の際の姿勢や話し方についてです。まず、面接官に握手を求めるのは日本では一般的ではありません。姿勢は背筋を伸ばしてまっすぐに座ります。猫背になったり、肘を机に乗せたり、足を組んだりすることはよくありません。また、カバンは椅子の横の床の上に置くようにしましょう。そして面接では緊張するのは仕方がありませんが、フレンドリーな態度で明るくリラックスした表情を作れるように心がけてください。また話すときはきちんと相手の目を見て話しましょう。そうしないと話す内容を信用してもらえません。話す速度は速すぎず、遅すぎず、できれば面接官の話すスピードに合わせると良いと思います。どうぞ。失礼します。どうぞおかけください。失礼します。